第22話、昨日と私の、明日の私たちか。警告、侵入者自動迎撃システムが無力化されました。サイロの保安担当者は主要各壁を閉鎖し、機密文書を破棄した上、侵入者の措置を。私は何のためにここに残っているんだ。ただ SRT 特殊学園を復活させるために命令を遂行しつけただけなのに。どうしてここで自爆ボタンを持って立っているんだ。うわ、目が。繰り返し警告します。耐性 Z を発令。サイロの保安担当者は主要各域を閉鎖し、あ、そうだ、深く考える必要はない。これまでもそうしてきたように、作戦を成功させるために必要なものだけを残してあとは捨てればいい。今回の作戦の目標はこの弾道を起爆させること。あ、お待たせ。いやー、そうだよな、来るよな。後輩に会わないようダクトで迂回してたからちょっと遅れちゃった。やっぱり非常時でも W エリアは閉鎖されてないみたいだよ。ああ、板田咲、あいつ私が倒れてるっていうのにお腹に5発持つとか最悪。ああ、後で怒られるな咲。相手が動かなくなるまで制圧するとは教えたけど、ちょっとひどすぎない？倒れた敵を下手に処理して逆襲されるなんて屋内戦あるあるだからね。咲ちゃんが共犯通りちゃんと処理したんだから、あまり怒られてあげて。なぜ戻らなかった？隊長がここにいるから。敵が防御を突破したら地上に出ろと命令したはずだが。ああ、こういう顔もできるんだ。いや、まあ、してたか今でも。雪乃、あんたがここで責任を負って弾道を起爆させるつもりよね。命を落とすかもしれないっていうのに。作戦に不要な情報だ。君たちが知る必要はある。雪乃はフォックス翔太の隊長である前に私たちの親友でしょ。親友が一人で責任を負うために深淵に飛び込もうとしているっていうのに、そのまま放ってなんておけないわよ。ベテラン特殊部隊員らしからぬ発言だな。それを判断するのは隊員個人ではなく責任を取れる雪乃。この作戦は最初から倒れていたよ。私たちは SRT を復活させるという大義のために手を汚しすぎた。こんなに汚れちゃった手で SRT の正義を論じるのは難しいけど、責任から逃れるために友達を犠牲にしたなんて罪まで背負いたくないよ。もちろん後輩にこの責任を押し付けるのはもっと嫌。のおめえは私が背負ってあの子たちを返してあげよう。そうか。すべては SRT 特殊学園復活のために。おお、どこ行った先。まあ、いっか。ポジション変更します。お、援護射撃お願いします。わあ、正面対決だ。無意味な抵抗です。これはなになになに、それちょっと可愛いことしないで。
ちょっとここは多分この二人が SRT の力甘く見るなよ。はい、インゴス。よしよしよし。あれ、雪乃が倒れない。これは痛いぞ。多分ニコが、あーでもこれはやれるか。総員、衝撃に注意してください。あれ、トラップが置いてある。この空間がちょうどいいので、援護します。なるほどね。あー、くるみが少し。そのスキルなんだ。くひひ、これだからやめられない。あー、ニコ、これは痛いぞ。すみません、ファイヤー。無理にさせてください。下がってください。援護します。うん、少し本気を出します。閃光弾投下します。あ、そっか、届かないのか、おとぎまでは。なるほどね、雪の設置型トラップか。火力支援を始める。少し本気を出します。これは痛いぞ。閃光弾投下します。やりました。一瞬雪乃が今起き上がろうとした。もう、え、あ、爆発の衝撃で起爆装置が、ああ、先生、あ、捕まえた。起爆装置は私が確保した。お、忘れてた、先生。了解。どこを見てる、月行き小隊長。相手はこっちだ。お。ああ。相変わらず隙だらけだな。SRT の試験だったら今のは減点対象。試験だったら、そうでしょうね。でもここは試験場ではない、現実で。現実ではどんな時でも正義が勝つものですから。現実でもどんな時でも正義が勝つ。あー、そんなに世の中の道理が単純だったら問題がここまで大きくなることはなかった。雪の、なんだ？現実はいつだって期待を裏切っていく。ソルト、あの時の司会者、まさか閃光弾じゃない。なるほど、先輩の言う通りですね。手を引く前に頭で突き飛ばしたら反応速度を 0.5 秒早められました。おー、あの時の司会者か。武装解除お願いします、フォックスファン。あんなにいい後輩だったのに、どうして今回私の言葉を信じてくれないのか。どういうことですか。オペレーションルームに入ったら弾道を起爆させるという脅し、それはただのブラフではない。私は本当に命を捨てる覚悟でここに残っていたというのに、機関は一体何を考えて作戦を強行した。先輩が私たちを見捨てる選択をするはずがないと信じていました。自らの手を汚してまで SRT 特殊学園を復活させようとするのは後輩のためだと以前先輩が言っていた。現実に傍観を持ち、未来に全てをかけて自らの命さえも投げ打てるような人がSRT の明日を担う後輩を見捨てるとは思いませんか。私は君たちが見る甘い夢を覚まし、社会の闇を教えた。名誉ある敗北より卑劣な勝利の方がいいのだと、そう何度も強調してきた。
それなのに私を信じるのか。そっか、信じたからこそか。先輩前に言いましたよね、 SRT の正義はいかなる状況でも決して揺るがないと。陰鬱な現実の埃をかぶって自ら放っていた光を失うことになったとしても、正義を抱いている本来の価値や意味まで色褪せることは決してありません。先輩たちは私たちの夢、そして未来でした。フォックス正体を信じられなかったらこの道を選ぶこともなかったでしょう。都ですから、逃げずに私たちの前を歩いてください。そうだよな、憧れだもんな。私はあまりにも遠回りをしすぎた。私たちは元から自分たちの背負える責任よりも大きな力を振るうように設計された組織だった。連邦生徒会長が行方不明になって以来、ずっとこの力の責任を負う人を探してきた。このまま手放せば何もかもが解決されるのに、私たちは他人から受け継いだ権威の名を惜しみ、その力を手放せなかった。挙句の果てに向き合ったのが過去の影とは、運命とは皮肉なものだ。ああ、過去の影か。うん。月木小隊長、残念ながらこの弾頭はここで起爆しなければならない。過去の責任を、過去の SRT とともにこのアビスに埋めてしまうために。そんな。だからお願いだ、ここから離れてくれ。先輩、先生、大人にも責任を受け入れがたい瞬間というものはあるよ。でも責任から逃げてはいけない。そうなんだよな。ここではい終わりとはいかないんだよね、責任は。だからこそ背負う勇気は必要なんだよな。先生は私たちのことなど理解できないでしょう。先生はご自身の力も責任も全て背負える大人なのですから。もし先生が私たちのように背負いきれない責任と直面したら、その時はどのような選択をされますか。明日を待つよ。おう、明日、明日が来たとして、それで一体何が変わるのでしょうか。過ちは繰り返され、結果は何も変わりません。一度用をなさなくなった武器は廃棄されて当然なのです。でも君たちは武器じゃない、生徒だよ。だから次はもっと上手くできる。先生は私たちに次があると思っているのですか。もちろん。わからないところがあれば学べばいい。困ったことがあったら手を伸ばして、辛い時は支え合って。そうやって成長して大人になったら、その時に改めて責任を負えばいい。そっか。大人になったら、私たちは大人じゃなかったんだな。さっきあいつまたお腹打ったわね。今回絶対わざとよ、もう。だから胸に防弾一般一個くらい当てておけって言ったじゃん。ああ、胸が圧迫されて呼吸が苦しくなる。ほう。そんなに大したことないくせに。言っちゃった。うるさい。ほう。
結局失敗したんだね、フォックスワン。あ、失敗した。噂通り変な大人だったね。そうだな、本当に変な大人。大丈夫だよね。だがこんな大人がいるのなら安心して今日を終えることはできそうだ。大丈夫だよね。ああ。私たちの負けだ、月行き小隊長。うん。お腹、ね。よかった。フォックス小隊は降参する。昨日の私たちが間違った選択をしなかったと。どうか君たちの手で証明してくれ。第23話、失敗したクーデター。失敗か。ははは、お前またやってんのか。遅めのブランチを楽しんだ後に飲むエスメラルダの香りはやはり格別ですね。貴重なコーヒー豆なこともあって入手には多少手こずりましたが、今日記念する一杯としてこれくらいの贅沢は許されるでしょう。さてと、そろそろ小崎駅爆発のニュースが流れる頃合いですが、ん？ははは。はい、連邦生徒会長代行の白縫かやです。あ、ジェネラル、ちょうどいいところに。小崎家の件は無事に貫通できましたか？はい、ポックス招待が作戦に失敗。しかも武装したラビット招待がシャーレの先生と一緒に連邦生徒会に向かっている。ほう、こっちに来たか。それはどういうことですか。もう一度説明してください。説明は一回で聞き受けろ。先生が指揮する SRT 隊員を止められなかった。一体何を言って。お？お金を渡しているのですよ。いや、どんな手を使ってでも止めるべきでは。お？止められるか。ラビット1、上の路線に到着。ラビット2、現場の捜索完了。他に発見した脅威はなし。ラビット3、さっきハイランダー鉄道学園に事故のニュースを伝えて連邦生徒会の建物に向かう路線を封鎖しといたよ。いやー、もうすごいね君たち。これから1時間鉄道は動かないはずだから安心して直進していいよ。あ、じゃあ鉄道の走っていくか。了解。ラビット2、ラビット4、ターゲットが逃走する可能性がありますので速やかに連邦生徒会の建物へ突入しましょう。任せろ。SRT の狐どもがやられたようだ。まともな訓練も受けてない小娘にやれるなど特殊部隊の恥さらし。やれる？君たち。カイザー SOF をここに待機させておいてよかった。でも、だ、前やられてたよ。本来は狐相手するためのガードだが、ウサギ相手でも十分に、従前にその役割を果たしてくれるだろう。あれ？前やられた時って、私は油断して失敗するようなバカとは違う。あ、早くない？早くない？ちょっと。まあいいか。単語ダウン、単語ダウン。了解、引き続き前進しましょう。ただのモブ扱いされてる。すいません。さすがだぜ、ミュウ。今、一礼したんだね。すまない、お先に失礼するね。なんだあいつら。いや、別にね、カイザー PMC は、なんだろう、動きは悪くないし、ねえ、悪くはないんだけど、
何がダメなんだろうな。人をバカにするにも程がある。タイミングかな、やっぱ。なんだろう。絶対許さないぞ、SRT! おー、自分の信念どこ行った。作戦開始。あ、アビダス。変更します。はい。悪くないですね。ああ。なんだなんだ。おー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 おお、来るね来るね。おー、来るね。こんなの萌えの餌食やんけ。これだからやめられない。援護射撃開始。うわ、気持ちいい。無意味な抵抗です。萌え、気持ちいいな。やっちゃえ萌え。これだからやめられない。やるまでもなかったな萌え。さあ、派手に行こうか。ドローン稼働。これは痛いぞ。援護をお願いします。SRT の力、甘く見るなよ。甘く見るなよ。いやー、雑魚でしたね。だから今は武装したテロリストが連邦政党からの建物に向かっていると何度も言ってますよね。公安局でも警備局でも何でもいいから使える兵力を全部こっちに。ある？公安局のほとんどの生徒は謹慎中で、警備局は新規行政命令のために席を外している。だったら生活安全局の何でもいい、誰でもいいからこちらを今すぐ止めて、すぐに支援兵を送らないのであればバルキュリー警察学校じゃなかったことに。はははっ、もう BGM が。 SRT だ、全員武器を捨てて下がれ。こちらラビット1、容疑者を確保、現在知らないカヤの身元を確認中。知らないかや、あなたが高崎駅爆破未遂事件にかかっている証言を関係者から確保しました。あなたは CK を貪るためにテロを助長し、連邦政党会の上に欠かせない情報、そして権限を私的に利用し企業へ提供しました。これは刑事上の不逮捕特権の例外規定に該当するもの。あなたはライナー及び職権内容、職務怠慢、賄賂付与の供与の疑いで緊急逮捕します。おお、笑わせる。 SRT の隊員ごときが防衛室であり、連邦生徒会長代行の私を逮捕する。あ、 SRT はこういう問題解決のために存在する治安機関だからね。かや、素直に君の過ちを認めてほしい。うん、ははは、謝れって、ごめんなさい言えって。先日ご提案させていただいたものは確かに少し不十分だったのかもしれません。先生はこれまで規模とその様々な問題に対して責任を持って解決してくださいましたね。だというのに、そんな先生を私が管理するなんて、そのことに関してはお詫び申し上げます。提案はなかったことにいたします。その代わりお約束した支援は例外なく全て提供いたしますので。まだそんなこと言うのかお前は。シャーレの上に必要な費用も人でも何でももう足りてなくはないけど、足りてるって。必要でしたら私が直接シャーレに行って先生をお手伝いすることも。ほう、現地取ったよ。あ、先生の言うことなら何でもしますから。いやー、いいな、いいな。かやー、はい。君が許しを請うべき人は私じゃない。おお、迷惑をかけた生徒たちにきちんと謝ってあげて。え、終わり？もちろん先生がおっしゃるなら、誰、相手が誰であるとは謝ります。あっけなく終わったなお前、本当に。林行政官、まずは、ん？どうやらまだ理解できてないみたいだけど、みんなに？あ、連邦生徒会長代行無事？はいね、お前ここで来た。体育室長なんだ。ちょうどいいところに。連邦生徒会の支持派が私を助けに来てくれると信じていました。あれ、シャーレの先生と SRT の1年生じゃん。
先生、何を聞いたか知らないけど、SRT の話は信じない方がいいよ。はいね。あいつら、林行政以下の差し金で、かや室を叩こうとする質の悪い奴らなんだ。そうです。すべては林行政官とその支持派が仕組んだもので、あいつら誰もかも気になかったのよ。体の一部に栄養全部する。そこか。やっぱそこなんだ。だってカヤびっくりするほどこうちんまりしてるもんね。あ、それとこれ何の関係が？そんなことで劣等感燃やしてるの？ねえ。なるほどね。どうにもそっちの派閥の人選に妙な共通点があると思ったら、はあ、でもハイネはさ、タッパがいいからさ、いいんだよ。これはこれで、むしろいいんだよ。ハイネはこれはいいんだよ。これがいいんだ。ミヤコ、フォックスボーターにもらった録音ファイルを再生して。先生、ああ、はい。おお。あ。お疲れ様でした、雪の小隊長。今回の周期で連邦制度下の雰囲気も大きく変わりそうです。SRT 特殊学園に対する否定的な見解が多少増えるでしょうけれど、お気になさらず。私が連邦制度会長代行になったら、誰もあなたたちに口出しできなくなりますから。ん？大工室長が怪我？ああ、あのバカのことですか。だからなんで前に出て事故を起こすんでしょうか。大義のためのやむを得ない犠牲とだと考えるべきでしょう。お気になさらず。これってどういうこと？カヤ室長、この前の周期なんて知らないって言ってなかったっけ？ああ、そこ？まあいいか。まあそこも気になるよな。だから、あ、キボトス大運動会の常設開催。このバカ一体何を要求して、やってほしいよ、それは。クーデターが終わったら、体育室も適当に整理して、文化室の文化にぶち込んでしまいましょう。文化室の文化に。はい、秘書官どうしました？会議の参加者に配るおにぎりの数が足りない。あ、おにぎりなんて知ったことじゃありません。そんな些細なことまで私に聞かないでください。そうきたか。だからこの通信は、そうです、すべて捏造されたもの、すべて林行政官の陰謀。まさか僕らのことをそう思っていたなんて。おにぎりがなぁ。僕はあの襲撃で腕を怪我しちゃって、ゲートボール大会に出られなかったのに。ゲートボール大会。面白い趣味をお持ちで。運動の価値がわからない代行なんていらない。そういう感じか。弾劾だ。ああ。終わったー。さて、エピローグですね。あ、クロノスクールだ。どうもどうも、いつもの笠巻舞さんですよね。本日、笠巻舞の時事分析チャンネルでは、前回の連邦生徒会長代行交代と高崎駅爆破未遂事件について、市民の皆さんがすでにご存知のように、先日の緊急声明発表で七神林主席行政官が失脚し、当時の防衛室長だった白縫海が新しい連邦制度会長代行として就任しました。加谷市長は就任直後に発表した複数の行政命令の統合性が合わず議論の的になり、その後高崎駅の爆破テロを仕向けていたことが発覚したことから、弾劾裁判が行われ訴追されました。あー、海沢コーポレーション子会社、驚愕のリベートを受けたことは明らかになり、海沢グループは再び議論の中心に立つことに。おー、しかし海沢グループの代表は子会社役員の暴走に過ぎず、本社の方針とは無関係と。やっぱやるな、したたかだな。
事件の規模がここまで大きくなったというのに連邦生徒会は明確な回答を出さず、さまざまな疑惑が浮上しています。お、これらの疑惑について分かりやすく説明くださる時事専門家の方をお招きして、お前デカルト、なんで、なんかお前面白い方向に進んでるね。ごきげんよう、 DU 最速の時事専門家であり、所有するとも確かな幸せを探すと略して諸学校リーダーのデカルトです。うん、どうもデカルトさん、なんかすごい名前の。我々の活動に興味は、いや、諸学校とは、それは説明いただかなくて結構です。今日は連邦制度化をめぐる様々な疑惑についてお伺いできればと。チェ、最初の質問、今回の不正や内乱の疑いで拘束された加谷防衛室長は、この犯罪が私利私欲によるものではないと固く否定しています。加谷室長は強制局に移送されている時でさえ本当の超人が現れ、あなたたちのような愚民も私の意思を理解することになると言い続けておりました。この超人は果たして誰を指しているのでしょうか。ジャレの先生、それとも連邦制度会長でもなければ、まさか明かされてない秘密があったり、え、本当にあるのかな。あ、そんなはずないじゃないですか。あ、そっか。防衛室長を操れるほどの人物だったら、そもそもクーデターみたいな面倒な手段を使うこともないでしょう。はいはいはい、敗者の逃亡に過ぎない話なので耳を傾ける必要もありません。お？というと、続いての質問、カヤスが拘束された際、一部の市民がカイザーセキュリティの役員以外にも数人のセーラー服の生徒が一緒に護送される姿を目撃し、ああ、フォック招待、そのセーラー服の生徒はどこの学園の誰なのか身元がはっきりしない状態。噂によれば彼女らは閉鎖された SRT 特殊学園の隊員だとか。そんなはずないじゃないですか。そっか、急に、なんでそんなに。SRT 特殊学園の隊員は正義のために危険を冒して戦った勇敢な生徒です。お前いいこと言うじゃねえか。そんな生徒を事件の犯人と俺って扱うなんて、なんと失礼な。デカルト、詳しい経緯は申し上げられないのですが、その生徒が SRT 特殊学園出身の隊員だというのは全てフェイクニュースです。いやー、でもどうなんだろうなー。真実とはどうなるか。私の賞味券切れの焼肉弁当にかけて誓います。なかなか大きなものをかけたね。それは確信がないという意味では、いやいやいや。では最後に、加谷室長が緊急声明発表した日にシャーレの先生を呼んだ目的は一体何だったのでしょう。デカルトがそんな知ってる意味ないでしょ。公開回線で呼び出すところを見ると、先生との関係を隠すつもりはなかったようですが、先生との関係？加谷室長はシャーレからキボトスを自由に操る武器や権限を譲り受けるつもりだったのでしょうか？ん？デカルト答えられるのそれ？ああ、加谷室長がシャーレの先生に要求したのは、シャーレのコンビニで破棄されるはずだったお弁当です。おお。うん、なんでデカルト呼んだの本当に。廃棄されるはずだったお弁当。はい、シャーレのコンビニはその規模に比べて訪れる客の数が限られていますので、いつも大量のお弁当が廃棄されている。まあその莫大な量のお弁当を見ると、誰でも欲しがるに違いありません。シャーレと連邦生徒会の間の弁当交渉が決裂したということは、その後しばらくシャーレのコンビニにお弁当が納品されていなかったという事実からも推測できます。下手にこう事実を交えてるおかげでよくわかんないことになっちゃうねこれ。
ですが皆さん、連邦生徒会と交渉せずとも廃棄弁当を簡単に手に入れる方法があります。こいつあれか、ただの宣伝に来たのか。やっぱり今すぐ小学校に入会すると無料の鶏ガラ唐揚げ、そしてもやし弁当一つおまけで。なんで呼んだのあいつを。何をするんだお前たち、この私にこんな扱いして。ん、ご参加いただいた時事問題専門家のデカルトさんは急な用事で席を外されました。ああ緊急編成番組イカの神秘海の栄養は語るに変わります。これもなんかの伏線だったりする、もしかして。そんなわけないか。はいね、シノは一体どこからあの返事を連れてきた。てかシノはどこ行ったの、現場にいるのかな。あ、普通にセーラー服だ。武器持ってない生徒ってかなり珍しいんじゃないかこれ。お、ちょっと待って、かわいすぎる、あまりにもこれはかわいすぎる。警備区の生活も思ったより悪くない。あ、強制局か。決まった時間に起きて日課をして体を鍛えて規律に沿って生活をするという点だけは SRT 特殊学園と大して変わらないのかも。でも献立にお稲荷さんがないのは残念かな。あー、作りたてのお稲荷さんが恋しい。なんだなんだ、囚人番号5021番、差し入れが届いている。ほう、差し入れ、誰から。差し出しにはわからない、上から直接届いたものでな。中に手紙が同封されているから確認するように。うん、おかしいな、強制局の外から手紙を送る人なんていないのに。ああ、宮子か。ラビット招待招待長月宮宮子、交際公園での生活は落ち着いたため現状報告いたします。ラビット招待全員、事故や病気などなく勤務を続けており。いえ、もう少し柔らかい表現を使った方が良さそうですね。お元気でしょうか先輩、みやこです。ああ、この BGM いいな。あの日作戦が全て終了した後、私たちは再び交際公園に戻りました。どこに帰るべきか皆さんと長らく話し合いましたが、やはりこの場所しかありませんでした。 SRT 特殊学園の他に私たちの思想を実践できる学園はないですし、私たちがここにいる限り SRT の正義のための戦いは続くのですから。うん、お、あー、凛ちゃん。カヤ室長が拘束された後、林主席行政官は連邦生徒会長代行の座に復帰しました。いいね、この手紙形式でのエピローグっていうのも。強引な行政命令も全て撤回され、 DU は徐々に安定を取り戻しつつあります。一時的に林行政官に反対する勢力が減ったからか、彼女を非難する世論も多少は収まったようですが。あー、キボドスにはまだまだ解決しなきゃならない問題が山積みなので、林行政官と連邦生徒会役員たちの苦労の日々はこれからも続きそうです。私が先輩方を制圧し、カヤ室長の犯罪を告発したという事実は取り急ぎ外部には公表しないことになりました。連邦生徒会としても自分たちの手で閉鎖を決めた SRT 特殊学園の支援を受けたという事実を正式には認められないでしょうし。私たちも先輩方の恥をひらめたくなかったので。おお、カンナ。
そのため今回の事態を収束させた功績を対外的には全てカンナ局長のものにしてもらいました。カンナ、いやまあどうなんだろう本人は。まあでも仕事として受けてくれるか。まあでもカンナがこう認められて嬉しいよ俺は。うん、そのおかげでカンナ局長と保安局の生徒は予定より早く仕事に復帰できました。彼女の決断が少しでも報われたようで安心しています。わあ、いい友情というか信頼関係が生まれてるな。おおお、そういえば生活安全局の桐野さんは今回の功績で警備局に転科できるチャンスを得たようですが、なぜか断ったそうです。だってあんな風に言われたらね、カンナにね。え、あ、待って、都の言葉なのか。いや違うよな、前回の戦闘を通じて何か気づきがあったのでしょうか。あ、ラビット正体はその代わりという方でもないのですが、連邦生徒会よりここ神崎公園に滞在して問題ないと正式に許可をもらえました。本来撤去する予定の公園だった上に神崎タウンの管理問題が浮いてしまった関係で、思いのほか簡単に許可が下りたみたいです。おかげでバルキューレの皆さんと肩の力を抜いて向き合えるようになりました。もちろん公園での生活はまだまだ不便なところが多くて先生に助けられていますが、うん、おお、いつもの、あ、あ、シャワー使ってくれてる俺のところの。完全に心許してくれた感じだ。じゃあ、いやそんな、どうもどうも。こうも暑くなるとお風呂を沸かすために火を起こすのも大変でさ。いやー、どういたしまして。前も言ったけど、シャーレのシャワー室はいつも使っていいからね。うん。冷蔵庫も貸してもらおうかな。うん。お、さっき。先生、この間頼まれた事故現場の弾痕調査の結果を持ってきた。おー。あ、なんだその格好は。どんな格好をしてるんだ。まさか一人でシャーレのシャワー室に入ったのか。あ、そういうこと。それが、へへへへ、昨日の夜私のテントの扇風機が壊れちゃってもう汗だくで、勝手に一人だけシャーレでさっぱりしてるなんて、この裏切り者。この二人の関係もいいよな。あ、そうだ、さっきシャンプーこの前頼まれた香りで買っておいたよ。おや？な、ありがとう、助かる。ほう。何さっき、あんたも来てたの？おや？君たち。ああ、一体どっちが裏切り者なのやら。なんか、いいな。それはその、この前シャーレ登板中に鉄棒の中蒸れてしまったから髪を洗っただけで。私は誰かさんみたいにシャワーまで浴びてない。え？シャワー室を借りた時点で同じだっての。うん。お、みやこ、おはようございます先生。あ、なんかもうみんな普通に出入りしてる。嬉しい。あ、おお、午前の作戦で汗ばんでしまってシャワー室を借りてもいいでしょうか。もちろん。あれ、さっきと萌え、なんだお前たちは。さっき、ミユは、またミユどっかにいるの。これかわいいな。慣れるまで少し時間かかりそうですが、きっとみんなで仲良く過ごせると思います。なんだお前たち。私たちには先生という心強いサポーターがいますから。あ、でミユは、ミュウは本来は強制局の規定上難しいことですが、先生に特別にお願いしてささやかながら差し入れをお送りします。お、あ、ニコ先輩の手作りお稲荷さんとは比べ物にならないコンビニ弁当ですが、今の私たちに用意できるのはこれくらいなので、報告は以上です。どうかお元気で。
ラビット招待招待長月雪宮子より。うん、先輩に送る初プレゼントがコンビニ弁当だなんて、それはちょっとあんまりかな。まあまあ、うん、でも元気そうでよかった。お、あ、やっぱセーラー服って言ったらさ、ここなんですよ。いやー、午前の駆け足終わり。おう、ん、うん、花丸満点。かなり体力落ちちゃったみたい。駆け足でもうクタクタよ。あれ、それって稲荷寿司？ああ、お弁当かわいいな。この香り久しぶりに嗅いだから涙出そう。あ、それ私たち食べてもいいの？うん、もらった。雪乃ちゃんも呼んでみんなで食べよう。おお、でも強制局でコンビニ弁当なんて珍しいわね。この稲荷寿司は誰から？お、誰って言えばいいんだろう、強いて言うなら。ほう、明日からの、いや明日からのプレゼントかな。あー、ここでそれを、うわあ、そっかー、ああ終わったかー。ああ、まあいいか、雪の最後出てこなかったけど、まあ元気にしてんのかな。結局ミウはどこに行ったんだ。またみんなから忘れ去られてる気がするけど、まあいいか、いつも通りか。いやー、なんか平和に終わった、なんというか本当に平和に終わった全てが。まあフォックス招待がこれからどう変わってくるのかなとか、まあカヤがどうなってくるか、何でもするって言ってたからどうなのかな、分からんけどねーっていうところありますね。よかった、でも本当になんか綺麗に収まったっていうところで。でもカイザーコーポレーションがまだまだどうなるかわかんないな。あとこれから第5章だったり対策委員会編とかもね残ってますからね、楽しみでしょうがないと思います、本当に。はい、ということでありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。